ビュイックマスター6は1925年から1928年にかけて GM のビュイックディビジョンで製造、販売していた高級乗用車である。これ以前はビュイックは高級車に6気筒エンジン242、低価格車に4気筒エンジンを搭載していたが1925年に4気筒エンジンを廃止して小型の6気筒エンジンを設計した。ビュイックではこれを スタンダード6と呼び、4気筒エンジンを置き換えた。そして、前年にリリースした6気筒エンジン255を搭載した高級車に、マスターシックスという名前を与えた。ビュイックは1916年から1924年まで、6気筒エンジン車をビュイック6というブランドで販売していたが、1925年に4気筒エンジンを廃止して、 すべて6気筒エンジン車になったことから、スタンダード6とマスター6に改めた。マスター6は、1929年にシリーズ121及び129に、さらに1930年にはシリーズ42名称変更された。どのモデルもボディスタイルを複数用意し、直列6気筒エンジンを搭載していた。1926年以降は新たに確立された。 GMB プラットフォームをオールズモビルと共有していた。ビュイックは1910年代から1920年代初頭にかけて主に4気筒エンジン車を生産していたが、徐々に6気筒エンジン車を主力に据えるようになった。ビュイックが最初に6気筒エンジン車を生産したのは1914年で、排気量331立方インチのエンジンを搭載していた。これは、元は、 レース用エンジンだったものをシリーズ50として限定生産して使用したものであった。このエンジンは1916年に廃止され、大幅に小型化したシリーズ40エンジンに置き換えられた。排気量は1916年1917年の224立方インチに始まり、1918年に242立方インチ、1924年には255。 立方インチへと拡大され、1926年から1928年にかけて274立方インチとなった。さらに1929年にシリーズ121及び129用に309立方インチまで拡大されたが、1931年にビュイックが全モデルで直列8気筒エンジンを採用することにしたため6。 基動エンジンは廃止された。マスター6はスタンダード6を上回るビューイックのハイエンド車種であった。大阪にあった日本ゼネラルモータース大阪工場でもノックダウン生産された。より小型のモデル10と並ぶ新規プラットフォームだったが、後にシリーズ50とシリーズ60に置き換えられた。1916年以降、ビューイックは毎年のように モデル名を変更していた。1916年にシリーズ D として始まり、1918年にシリーズ E、1919年にはシリーズ H、1920年にシリーズ K と解消された。1921年から1924年にかけては、西歴下2桁でモデル名を表すようになり、シリーズ21からシリーズ24となった。 シリーズ D は、ボディスタイルを2桁の数字で示すようになっており、44、45、46、および47で、それぞれツーリングカー、ロードスター、セダン、およびクーペを指定できた。シリーズ E、H、および K でもボディスタイルの指定は踏襲されたが、ホイールベースを延長したモデルを表す49、50が追加された。さらにボディスタイルにプルマンサルーン、カントリークラブ、 タウンカーが追加されて、1922年に54,55,1923年に41が加わった。1924年には追加はなかった。1925年以降は、シリーズ名がホイールベースチを用いた名称に変更された。マスターシックスは、より小型のスタンダードシックスや、シリーズ115、シリーズ116と、併売されたが、 あとにシリーズ40に置き換えられた。P86、70 Years of Buick by George H. Dabon, Crestline Publishing, 1973. ありがとうございます。